スパイファミリー劇場版コードホワイト見てまいりました。安定の面白さでございます。はい、えー、ちなみにですね、やっぱりアーニャは可愛いうございました。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2024年2月の14日水曜日、あ、ちょうど今、ゴーゴーゴー、もうすぐこっちもゴー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 、朝動画でございます。はいはい。 ええとですね。やっぱ東宝。やっぱ安定だな、このスパイファミリーですね。これ見たかったんですよね。実はこれ、これは去年の、この画像は去年の画像なんですけどね。あ、これあるんだって。で、初めての劇場版とのことで。で、実はですね、私はあの、原作も見ておりません。え、アニメも見ておりません。もういきなりもう映画だったんですけどね。やっぱあれ見てもですね、分かりやすいございました。で、これやっぱですね、ご家族でも見れますね。 あので、彼女ともデートでも OK でございますしですね。あの、本当にですね、あの、皆様にご勧めできる。この間見たゴールデンカムイは強烈やったからな。ちょっと残虐心というかですね。ちょっと、<laughs> あそこまで来なかったですかみたいな。あの、キングダムの時にはですね、あそこまでなかったんですけどね、ゴールデンカムイすごかった。まあまあ、それはともかくとして、ね、安定の面白さ。やっぱ日本のアニメってやっぱ面白いと思います。これあの、やっぱですね、 あの、最後、あの、何んていうんですかね、こう、気球、あんまり言うといい頑張ってるんですね。あの、最後のシーンなんかですね、とてもお金がかかってて素晴らしいと思いますしね。あと、このおっ母さん、おっ母さん。もう、このおっ母さんがですね、化け物なんですよね。ほんとに。すごいと思いますいいキャラクターしてらっしゃいますね。お父さんかっこいいしね。で、兄はやっぱ可愛いですよね。 あとは、あの、うんこの神みとかのわけのほが、私はああいう世界大好きなんですよね。やっぱもう本当この映画はですね、もう本当皆様にもうおすすめ。っていうか、まあ、あの、まあ、10点満点の7点ぐらいですかね。あの、いやい,いなっていう感じで、まあ、去年見た感じでは、まあ、キングダムぐらいの面白さかなと。一番面白かったのは去年やっぱゴジラだったですね、マ、ま、イ、あ、ナスは。あれ面白かったね、8ぐらい、きくそうやね。まあ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 、そのともかく。でもあの、ゴジラの時はですね、あれ、あれ一つ良かったですね。あの、あの時に あんまりこう同時上映で面白いのがちょうどない時期だったんですよ。あれか隅っこ暮らしだったんですよ。隅っこ暮らし3かゴジラ。しょうがねえなゴジラでも見るかって今更ゴジラじゃなとか期待値が低っかったもんだからとても面白かったですね。だから今ゴジラってかなり興行収入が150億日本とアメリカでなんかなってるそうですね。でもこれ確かにこれ こっちのコードホワイトも、スパイファミリーも50億円ぐらい、確かもう超えてるんじゃないかな。やっぱアニメは強いございますですね。はいまあ、今まさらともかくとしてですね、面白かったです。スパイファミリー、こりゃ、こりゃ、万人向けでございます。もう、ゴールデンカムイト、ホチが、やっぱあすごかったな。えー、コードホワイト、劇場版でございますね。面白い、鉄板でございます。まあ、まあ、外れないかな。みんなが面白いって感じかな。 まあ欲しい5つで3つは確実にあるぞみたいなですね。はい。で、お父っつんのロイド、お母さんの夜、このお母さんがすごい。まだこれむちゃくちゃな設定じゃんですもんな。お父さんがスパイで、お母さんが殺し屋さんで、娘が超能力者。まあ犬はボンドで、これボ,ボンドも確か予知能力なんかあるのかな。まあまあまあ、それはともかくとして。で、みんなそれをこう隠して一緒に、あの、 家族としてですね、あの暮らしてるという,うそれは無理だろうみたいな感じですけどねバレるやろみたいなまあまあまあそれはともかくですねおッカさんの夜がもう化け物ですごかのでこの、ね、戦闘シーンがあるんですよこれはまたすばら,らしいやっぱ日本のアニメすごいなと思いましたねでラストの画像も本当良かったでございますあの最後ですねあの 街を救う。まあ、あんまり言うといかんけどですね。あんまりとネタバレしてしまいますのでね。まあ、そういう感じでですね。あの、何か今度の週末ぐらいですね。絵がなんかないかなっていう場合にですね。これはもう、外れない。<laughs> 間違いがないですね。はい。まあ、そういう感じでですね。あの、私からもですね。はい。以上、お勧めいたします。はい。ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございました。皆様の開運ご発展。お祈り申し上げます。